高校時代に柔道経験ですね。でも柔道やってたのもその、総合をやっぱやりたくて、でもレスリング部なかったので、田舎だったので MMA のジムもない、キックのジムもない、じゃあ柔道かなっていう形から入りました。もともとは実はとある団体の練習生から、プロレスラー目指したんですけど、ちょっと身長だったり、あとは、当時の、プライドが全盛期でもあったりしたんで、やっぱ総合やりたいってなって、格闘団体団バトラーズっていう団体なんですけど、プライドに上がってたアレクサンダー大塚さんとかで、シュート世界ランカーだった井口さんとか、はい、で私がそのバトラーズに入門した理由も、プロレスもしたいっていう理由もあったんですけど、ちっちゃい体だけど不安だったんですけど、その井口さんっていう方がもう総合で転校してから畑の練習をしてて、あ、この人の下で行けば絶対強くなれると思って入門はしたっていうの、入門したくなったのが、スタートって言えばスタートですね。練習生として取ってもらって、そのプロレスラーとはデビューはしなかったんですけれども、練習生中に、各アマチュア大会は出まして、でその中ではパンクラスゲートゲートさんとかもあって、で実質パンクラスさんに声かけさせてもらったのもゲートゲートで結果出してから、で今ちょっと名前変わっちゃったんですけど、パンクラスゲートの方に上がらせてもらってから、プロデビューって形でした。パンクラスさんは2011年が最後だったんですね。で理由としては、ちょっと私当時の仕事の関係で仙台の方に転勤になってしまって、で難しいということで、それから実質いろいろあって、ちょっとこっちに関東に戻ってきたんですけど、だから6年ぐらい空きました、復帰までは。で、ちょうどその時年齢が29とか30手前で、何かやっぱりもう一回残したい、何しようってなった結果、やっぱり MMA をもう一回やりたいって思ったのが、復帰のきっかけでした。ちょっとゼスト上がってるのもちょうど話があったんですね。ゼストの下の大会のスワットで選手を探してるって言われて、あ、じゃあちょっときっかけにしようと思って受けたっていうのが、復帰の始まりでした。私の中でパンクラスって結構すごい思い入れがもう本当深いんですね。プロデビューもパンクラスでしたし、で新体制になってからももうすごい大きくなってて、ネガティブなことを言うと、私多分他団体でもっと結果出さないと使ってくれないだろうっていう思いもあったんですね。で本音はもう少しゼストで結果出してからと思ったんですけど、そのゼストがちょっと今活動停止になってしまって、年齢ももうベテランになってしまってるんで、ちょっと急いだっていうのもありますね。そしたら、急転直下決まったので、そこは本当に感謝です、はい。使ってくれる以上は貢献はしたいと思いもあるんですけど、爪痕残さなきゃなっていう責任感もあったのは自立です。本音言いますと、もうその今現在の清高選手と私じゃ積み重ねたものがちょっと違いすぎて、だいたいいつもオファーもらったら私で自己解決して、所属先の代表に話すんですけど、今回はもう代表とすぐ相談しましたね。これは受けていいのかっていう、元キングオブパンクラシストで現シュートランカーの選手とパッとパンクラス戻ってきたばっかの自分がやっていいのかって相談をしたんですけど、私の蒼天塾の代表の倉岡さんは「いや、チャンスはあると思うよ」って言われたんで、ちょっとその言葉を信じてオファーは受けさせていただきました。14年前とかですね。私は覚えてます、覚えてるんですけど、もう1ラウンドでも僕結構ダメージもらってて、正直負けたかなと思ったんですね。でも延長になってギリギリ勝ったっていうのを覚えてます。2008年ネオブラ予選の準決勝の延長だと思ってます。清高さんはパンクラスラストマッチ、清高さんのファンも清高さんのハッピーエンドを望んでるはずだと思ってるんですけど、私としてはそんな知ったこっちゃないんで、で私はその2008年の大会で予選は優勝してるんで、もし今回延長って挑むとしては、もし負けるんだったら私の中だと未来変わっちゃうんで、もう何が何でも勝ちに行きます。パンクラスさんで多分普通じゃちょっと考えられないオファーもらったんで、まあ、内容も結果ももちろん欲しいんですけど、まあ、自分が思い描いてる MMA プロフェッショナルレスリングでいきたいと思います。もう打倒局、そして、清高さんへのリスペクトと自分の覚悟を持って挑みたいと思います。